いや、まあ積極的に前は狙ってるんですけど、はい、これ船木さん、あれかね、ソニーの選手分かってますかね。あ、そう、狙うところがね、そうですね、全員が出てきても ああいうところで狙っていけるとチャンスできてくると思うんだけど、枝を見て、はい、追い込まれた方をしっかり、うん、中山です。北国銀行のセットオフェンス、後半の15分を過ぎています。中山がパスと見せて自らカットしました。いや、うまいプレーがありました。これで3点目。今のもそのバックパスを出すのかなと見せかけての自ら中山、ね、谷とそして20番の松浦優香が2人が準備を行っています。さあ、そしてこの中山のシュート決まりました。26対18、中山も今日これで4点目。昨シーズンのプレーオフの MVP 輝いた北国銀行の中山、ね、さあ、ここでこれでも打たないといけない。そしてそれが決まりました。中山です。今日これで5点目。前半はフラストレーションが溜まった中山ですけれども、後半6分40秒、28対28、点リードは北国銀行。そして中山、はい、いやー、船木さん、今思わずすごいという言葉、やれるというのも最後になる、なんとかいいプレーしたいと果たしていた。さあ、北国銀行一旦戻す、ワンツーで戻してパス交換からのシュート決まった中山。北国銀行にとっても連覇は続いているが、しかし